僕は逆ですけどね。すいません、あの大阪通りますので、お、まもなく観音堂におきまして日蓮宗御僧侶の皆様による法要が執り行われます。焼香盆の準備がございます。足元にお気をつけてごゆっくりお進みください。まもなく観音堂におきまして日蓮宗御僧侶によります法要が執り行われます。焼香盆の準備がございますので足元にお気をつけてごゆっくりお進みください。日蓮宗の僧侶の皆様の寺院をご紹介いたします。妙本寺、本龍寺、以上でございます。まもなく観音堂におきまして日蓮宗御僧侶による法要が執り行われます。焼香盆の準備がございますので足元にお気をつけごゆっくりお参りください。ただいま階段上の仏殿では臨済宗、不動堂では真言宗、観音堂では日蓮宗のそれぞれの僧侶の皆様が法要を執り行っております。どうぞご参列くださいませ。皆様に法要のご案内を繰り返しさせていただきます。ただいま階段上の仏殿では臨済宗の御僧侶によります法要が執り行われております。また仏殿左側にあります収蔵庫では上皇明治ご本尊の
阿弥陀如来三尊の特別拝観も行っております。また所蔵は撮影禁止です。カメラ、携帯電話などで撮影はおやめください。ご案内申し上げます。参拝に入りまして、左側で万灯ろうそくの受付を行っております。1番500円にて販売しております。また右側では登山者の皆様によります縁日も開催しております。本日は宮城県女川町より感謝団法人コミュニティスペース海子様もお越しいただいております。女川の皆様の手仕事による作品などをご覧いただきまして、これを機にご購入いただければ幸いです。